ロシアによる侵攻が続くウクライナに対し金子総務大臣は消防・救助関連機材や通信機器などの物資を提供すると発表しました。ウクライナ内務大臣からの要請を受け、国内の消防本部や民間団体、企業からの協力を得て確保し、ウクライナ政府へ提供することとしました。提供する物資は消防用防火服およそ1300着、ヘルメット350個、救急ストレッチャー150台、毛布2000枚のほか、発電機70機や衛星携帯電話25台など25品目およそ30トンに及びます。今月中にも民間機でポーランドにある支援物資集積地に輸送し引き渡される予定です。